どうも、皆さん、おはこんばんにちは。はるな館長です。ということで、今回も中リーサさん風のものまねをしてきましたというところで、今回はですね、ちょっとね、雑多な製品を、えー、買わせていただきましたと、今回ご紹介するのはですね、ババンと出します。いっせーの、ババン。はい。まずですね、こんな感じで買いましたという感じになります。はい。はい。もう雑多です、今日は。<laughs> 今日は雑多。まずですね、こっちから行きましょうか。こっちね、 えー、エルパさんの、えー、コンセントへのいたずらを、えー、未然に防ぐですね、コンセントキャップになります。これ、ね、僕、よう使うんですよ。なんでかっていうとですね、やっぱりね、家の中にね、電源タップ多いんですよ。で、ホコリシャッターみたいなのが付いてるのは、まあ結構ね、僕使ってはいるんですけど、まあそれが信じきれないところがあるんですよ。な、なんかね、いや、それだったらホコリシャッター買う意味ないじゃんって話になるんですけど、まあそういう時にですね、やっぱりこういう、まあ、コンセントキャップがあると、すごくね、 えー、いいなと思ってましてほこりとかね、まあ、そういうのを防いだり、まあ、あの僕ね子供とか、まあ、嫁さんはいないんであれですけど、まあ、そういうね、まあ、いたずらとかをして感電を防ぐであったりとか衝突、まあ、を防ぐであったりとかもできるような商品です。これね一口安いんですよ100何円とかなんでこれね大量に買っても全然いいんですよしかもこれでちゃんと日本製なんでめちゃめちゃおすすめというかありです。はい で、エルパさんはね、よくね、大阪、新大阪のね、ところでね、看板見かける方も多いかと思います。朝日電機さんって言うんですけども、あの、大阪の、えー、台東市にあるような会社さんです。まあ、個人的にエルパさんを応援していますというところで、まずこれね、3個買いました。買い足しですね。はい。で、次。これ。もうこれ、何度なんかね、わかると思うんですよ。なんか箱潰れてるしって感じなんですけど、えー、まあ、言ってしまえば、これ、MFI 認証を受けた えー、まああのあれですよちょっと待ってね MFI 認証を受けたえー、ライトニングですねこれね800円900円ぐらいでしたねそんなもんぐらいだったような気がする大体いい2ーぐらいじゃなかったっけうんちょっとサイズ思い出せないんですけど大体いい2ーあるような えー、ケーブルになります。これね、実は1個先行で買ってたんですよ。紹介はしなかったんだけど。で、割と使え、使えると思って、今までね、ちゃんとアンカーさんのとか買ってたりしてたんですけど、まさすがにね、ちょっと高いなと思って1本あたりの値段が高すぎると思って、まあ一回こういうのに手出してみるかと思って、まあちゃんとね、m f i はかましてるっていうのを歌ってるケーブルにはしてあるんですよ。 なんで、まあでもそれを使ってたら、まあ割とね、ちゃんと使えるってことが判明して、まあちょっと買い足した感じになります。はい。という感じです。まあ、もうちょっとね、欲を言えば iPhone 早く Type-C にしろよって思ってるんですけどね、僕は。てかみんな思ってると思うよ、正直。っていうようなものを買い足しました。で、これも買い足しですね。えー、JSAUX。これね、わかると思うんですけど、まずパカッと上げていくと、 しよこれですね。またお前買ったんかいっていう。これ変換ですね。マイクロ USB からタイプ C に変換するやつですね。えーまあ、前回ね、紹介したちょっと手元にあるんですけど、エレコムのね、こういったね、えー、ウォールチャージャーとかに、まあ、増設する、えー、マイクロ USB とかがあるんですけど、まあ、それをタイプ C 変換してね、まあ、どういう形式でも充電できるような感じにするというようなので、またちょっと買いたしました。これね、結構使うんですよ、僕。しかもね、これね、一応ね、急速充電でもできるから。<laughs> 結構優秀なんですよ。そうなんですよ。これはよう使う。てかなんならね、今ここら辺にあるのとか、まあそこら辺の系統なんで、まあちょっとね、えー、違うあれですけど。でもよう使いますよね。これとかそうかな。うん。変換は僕はよく使いますね。で、次、最後。これ、ランポーさんの、これはね、たまたま見つけたぐらいかな。まあ、毎回同じケーブル買うのどうかなと思ってたんで。 思ってたんですけどこいつはですね、まあ、中をね、もうパカッと開けていきますと、これですね、はいじゃじゃんと、えー、USB パワーデリバリー 100W 流せる、えー、パワーデリバリーのタイプ C2 タイプ C のケーブルになります。はい。ということで、これ買いましたと、実はですね、ちょっと最近、まあ、あの動画で紹介してないんですけど、これもね、なぜかちょっと紹介し忘れたんだけど、いろいろですね、ちょっとパワーデリバリー環境を もっとねちょっと強化してるんですよ。なんで、手元にですね、パワーデリバリーが2本生えてるんですよね、今。で、まあ、それをね、えー、もう1本ね、ここの近場に生やすために、まあ、3本目をね、ちょっと計画してまして、まあ、そのねケーブルとして、ちょっとこれを買ったという次第になります。まあ、本当はね、もうちょっと赤とかの方がいいのかな、ちょっと色違いの方がいいのかなと思ってたんですけども、ちょっと似てるじゃん、これとね、これとちょっと似てるじゃん。 だけどまあ、ちょっと赤値段高かったんで2三百3 0 0円それだったらまあこれでいいやと思って買った次第になりますまあ以上でですねこれだけまあ,あの雑多な製品を買わせていただきましたというところになりますもうねこれだけでねだいぶね1万ぐらい飛ぶんだよねあの前回紹介した USB の充電器エレコムさんの、まあ、先ほど紹介した、えー、こういうやつとかこういうやつとか買うとね何気に1万超えるんだよね でまあこれがね、まあ、積もり積もって、ね、毎月の請求額が、例えば、これ,れからの請求額見たら10万超えてるとか、普通に言うのあるんで、もうそろそろこういう生活はやめたいんですけど。<laughs> でもね、これね、みんなね、分かってくれると思うんだよ、これ。ガジェッターの方であったり、ガジェットを紹介する方であったりとか。やめられないよね。やっぱ、まあそれが命に直結してるっていう面もあるのかもしれないけども、やっぱり好きでやってるじゃないですか、ガジェッターの方って。 そういった面で言うとやっぱこれが趣味なんだよね俺らのね本当にいやこれね嫁さんいる人とかどうやってやってんのかなと思うわ怒られる気がするんだけどねでも本当にねやっぱ俺たちの生きる道ってやっぱこういうガジェットとかじゃん言って本当に特にねなんかこのこういう小物だったらなんかポコ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 ,ポコ割とねまあ1万円以下だったらまあ安いかみたいな感じで <laughs> 放り投げちゃうんでカゴにそうなんすよね だから、皆さんね、ガジェットとかやる際は、本当にお気をつけください。あの、結構ね、あの、金食います。食います。けど、やっぱりね、楽しいです。すごく整備したりとか、新しいものを使うであったりとか、ライフハック的な感じとは言わないですけども、なんて言うんだろう。こうね、やっぱりその、整備したくなるんだよね。いっぱいガジェットあって。 そのガジェットだけ買えば、ガジェットというかその物であったりデジモノであったりを買えば済むっていう話じゃなくてやっぱりその周辺機器であったり、まあ、それを整備する環境であったりやっぱり整えたくなるんですよ。そういった意味合いでですね、まあ、こういった動画、まあ、活用していただければなと思うんですけども、まあ、十分、ね、そのお,財布に <laughs> お財布の中身と相談して、えー、買ってみていただければなとは思っています。本当に。 それがねこの、まあ、私がすごいねずっと長年ガジェットをやってる中での、まあ、一つのアドバイスになるかなと思っています、えーまあ、当たり障りというかその、まあ、当たり前のことを、ね、言ってるかもしれないですけど本当にねそれ重要なんですよ本当にでもね本当に楽しい趣味ではあるので是非是非皆さんもねこう健全で楽しいガジェットライフをねお送りいただければなと思ってます ということで、まあ、今回はですね、えー、今回は雑多なね製品群を買ってみたというお話でしたまたね次回の動画でお会いできればなということで、えー、よろしくお願いいたします春菜館長でしたバイバイ